総結輸入法用のキーボード配列の例、中音輸入法用のキーボード配列の例後、筆字型輸入法用のキーボード配列の例、中国語入力方法は、コンピュータ、携帯電話などへ、中国大陸では、関体アザ、香港、台湾では、反対時の中国語文字入力に使われ、様々な方法が開発、使用されてきた。北京語だけでなく、 方言の入力も整いつつある。なお、中国語の輸入は日本語の入力のことである。キーボードでは大きく分けて読み方をローマ字で入力する発音記号入力、部首などの字形から入力する字格入力の2種の方式が取られる。コンピューター以前から中国語タイプライターで打ち込みが研究されていた。初期のものの一つは1940年代に 中国人言語学者である、林古道の発明したタイプライター明解である。彼は、基本的な三重図形か漢字をカテゴライズする、新しい仕組みを採用し異なるキーを打つことで、入力する方法をとった。しかし、そのタイプライターは、商業生産はされず、大きな借金を背負うこととなった。1980年代以前では、中国の出版社は、 多くの作業者を雇用し莫大な漢字型から数千のピースを選び出した。また、中国語の伝文を送る仕組みとして、電波を使用していた。初期のコンピュータ時代でも現在のように部首や発音から入力していたが、現在ほど容易ではなかった。1976年に漢字をその構成要素に分解して組み合わせる、総結輸入法を台湾の宿二服が発明した。 また、中華人民共和国でも、同様に語筆字型や定番に代表される字音を使った入力方式が考案された。アザ型による入力は異なる漢字が同じ入力になる率が低く、また方言の違いに依存せず、読みの不明な字も入力できる特徴があるものの、習熟が難しい難点があり、あまり普及しているとは言えない。 中華人民共和国の主流はピンオト入力である。2011年に聖火大学が発表した漢字輸入発展報告によると、次年に分解する入力方法は消滅過程にあり、また、ピンオト入力のうちでは探せいの輸入法が圧倒的に高いシェアを誇っている。スマートフォンの時代でも傾向はあまり変わらず、2018年の調査ではユーザーの7割が探せいのを使用し、 人比と百度がそれに次ぐ。台湾でも中温輸入法が7割以上を占め、さぞエビベ輸入法と総結輸入法が各1割程度という統計が2011年に出されている。ただし、北京語の普及程度の低い香港では総結輸入法やそれを簡略化した促成輸入法などが使われる。香港版、Windows のデフォルトの入力方式は促成輸入法である。 スマートフォンで中国語入力をするには、iPhone と Android 中文とも計算機アーカイブド2003年5月13日、アットアーカイブ、イズハット、中国主寸、アザイリテンツゲヌの2011年6月14日、http コロンスラッシュスラッシュブログドットシーナドットコム、cn、s、ブログ 72d083c701017、 ルピア9 h t m l 光対数末、2018年入り法アップ業、研究告 199IT、2018年8月31日。http://www.199it.com/.archives/.76638.html 6 HTML。戦場主張、7正常民使用中温輸入法。 2011年7月8日、http://diyiat.blogspot.com/.2011/.07/.blog-post3135html。Chinese p i n n i n Set Up in Windows 10, Pinning Joes Chinese Imparting Help Desk,https. www.pinanjo.com Windows-10 Windows-10 p i n n i n g Setup、HTM ありがとうございます。